虹の架け橋さんと出会ったのが7、8年ぐらい前なんですけど、虹の架け橋さんが食堂をオープンされるということ で食堂で使う野菜を探しているというお話を伺って、そこで出会ったのがきっかけです。でその時にまだ虹の架け橋さんも農作業の方はやってなかったんですけど、うちでもちょっと人手がちょっと足りなかったので、こういう作業ってどうですかってお話を僕の方からさせていただいて、そこから作業をやっていただくようになりました。まあ、農業ってその栽培から出荷されるまでいろんな作業工程があると思うんですけど、その中で障害を持った方の活躍できる場面っていうのは僕も必ずあると思ったので、そこどこが活躍できる場面かいろいろ探す中で仕事を依頼するようになりました。当法人は三島を拠点として活動しています。今回紹介しているように、農家さんとの農福連携作業もそうですけど、法人としてうなぎ野菜といううなぎの残渣を肥料にして野菜を育てていたり、あとはですね、カンナミでしいたけを栽培して、います。あとはですね、三島と清水町の間で砂栽培といって、水耕栽培のような形で砂に変わっていて、それで野菜を育てています。まあ、基本的に葉物野菜だったり、利用者さんがやりやすいこう葉物野菜を選んで作業しています。はい、農福連携に取り込んだきっかけは、前島さんからですね、7年前か8年前ぐらいに、作業をちょっとやってみませんかっていう話がありまして、そこから徐々にやっていく中に、利用者さんたちの笑顔だったり、やる気もすごい見れて、ちょっともっとこれはやっていきたいなっていうところもありまして、今進めて自分たちもやっている中で農家さんとの農福連携もやっている現状です。利用者さん一人一人の個性、そして得意なこと苦手なことをちゃんと見極めて作業を割り振っていく中で、利用者さんのやりやすいように作業、職員が支援してあげてるってことが気をつけてることであって、そこがポイントでもあると思います。一番は利用者さんの健康面がすごい上がってきたなっていうところと、精神面もかなり上がって良くなってきたなと思うので、全体的に本当に良いことばかりだったなと思うのと、作業が本当に純粋に増えたので、利用者さんの工賃が、始める前から約1万いくらと上がってきたので、利用者さんの生活も安定してきたかなと思います。まず1回挑戦してみることが一番大事だと思います。やっぱりやらないと何も変わらないと思いますので、まずやってみて、そこから農家さんとコミュニケーションを取って改善できることは改善していくことができれば、本当に農福連携は素晴らしいものなので、利用者さんもみんなで楽しんでやっていただけると思います。三島かんなみ農協を事務局としまして、三島市さん、農家さん、事業所さん、農協で、今年からかんなみ町の事業所とかんなみ町の役場も入って構成されています。で、事務局と仕事としてましては、農家さんから、仕事の依頼が来ます。それを行政の方に、渡して、でそこから、事業所の方に連絡して、いただくというところで橋渡しをしています。農協はやはり農家さんのお手伝いという部分でして、そこで今農福連携の場合という中で、普通に一般のパートさんを雇用すると長期間とかで雇用しなきゃならないところを、この農福によってスポット的に作業をやっていただけるというところで非常にメリットを感じていますので、農福連携に力を入れています。さらに農家さんが自分たちの仕事を細分化するとかいう部分で見直していただいたりとかしながら、よりもしかしたら難しいかなと思っている仕事を分解して、依頼をできると。でもっと先のことになってしまうかもしれないんですけど、特例子会社で作ってやっていければなということも思ってます。
だいたい朝9時20分過ぎぐらいかな、ぐらいから12時までやって作業終わりにして作業場に戻ります。これとかちょっとした葉っぱにもこう月がかかんないようにしてることくらいですかね。結構量があるんで、こうやってない場所がないかというか、そういうことを確認しながらやってますね。じゃないとあの風で飛んでしまう可能性があるんで、時々風でマルチが剥がれてしまうことがあって、そういうことがないようにちゃんと土をかけて飛ばないようにして。農福連携を実施することによって、規模拡大をすることができました。僕自身も障害を持った方と接する機会って今まで本当になかったので、お互い助け合いながら農業ってのができるなっていうの方ことを勉強させてもらうことができました。農業はですね、障害を持った方が、活躍できるシーンが必ずあると僕は思っているので、ぜひチャレンジしてほしいです。